はい、これもお便りたくさんいただきましたがご紹介できませんでした。栗の毛姫さんからもいただいております。そしてこちらおまんあずきさんからもいただいておりますが、坪井さん、小高さん、おはようございます。これ19日にいただいたお便りの、はい、今束でございます。こんだけたくさんいただいて、みんなが知ってて公然の秘密だったエリア51の存在、ああこれね、エリア51、はいはい、をアメリカが政府が認めました。でも宇宙人や UFO はないと夢のないことも言っておりますが、最新設備を整えた別の施設に移動させたって思いたいですね。坪井さん、 UFO を見たアメリカの親父のモノマネをまたお願いしますやって。これはチップ、ここどういうことですか。ここはアメリカの一つの、まあ、実験場といいますか、うん、航空機とかいろんなものをこう実験するところなんですけども、でそれがエリア51と呼ばれているんだけれども、はい、ここはだからそういう軍事的な秘密がいくらでもありますので、はい、普通の人がなかなか踏み込めないんです。ちょっと謎のエリアだったから、はい、向こう行けという国家機密みたいなところがありますから、うん、何をそこでやってるかわからないぞ、はい、みたいな。ここに昔から宇宙人の遺体がここにあったりとか、はい、UFO もここにあるとか、格納されてるとか、いろんなことが言われていたんです。わかんないだけに、はいはい、というような、これ、まあ、アメリカの空軍によって管理されているネバダ州のですね、はい、まあ、南部の方の一地区のことを言うんですけどもね、で正式名称はこれはグレームレイク空軍基地と、まあ、こういうことですね、うん、はい、でここはもうエリア51絶対 UFO がってこういうことはもう前から言われておりました、はい、ガッツ一物と UFO 八尾井さん、八尾井さん昨日それ出てた、テレビでまた出てた、マツコデラックスと喋ってました、はい、どんな組み合わせやと思いながらね、はい、しかし宇宙人と UFO の存在には触れず、これアメリカは存在は認めました。エリア51で、はい、それ内緒の場所があるよいうのを認めたけれども、はい、うん、宇宙人はおらん、はい、宇宙人と UFO の存在には触れず、一体 CIA は何を隠してるんでしょうか。エリア51には少なくとも9機の UFO があるはずです。言い切ってますやん、この人。私はテレビでエリア51で UFO の研究に携わった科学者から信憑性のある話を聞きました。出どころテレビや、この人ね。エリア51にある格納庫には地球人が UFO を研究するために宇宙人から提供された UFO が少なくとも9機あるんです。あ、ここで？ここで？はい、うん。UFO は内部からは外の様子がまるでガラスのように透けて見える謎の金属でできているんです。外からは見えないけど、はい、内からから見るとガラスみたいに透明で見えるいう、はい、まあ、何のことはないマジックミラーや、ね、そういうのありますね、簡単に言えばね、はい、そういうもんで、それ金属や、マジックミラーはガラスですけど、ではない、また全然違う金属、謎の金属ですね。謎の金属、でこの人9機ある割には謎の金属、その金属の金属名を教えてほしいじゃないですかね。また UFO の燃料はね、エレメント115と呼ばれる地球上には存在しない物質なんです。金属名は分からんけど、燃料名までは分からんね、この人ね。エレメント115。ガソリンではないんやね、はい。これ値上がりして最近ね、もう満タンに入れられないんですわ、いう話。暫定税率どうなってんのか分からん。二重税率なってへんかとか言われてるエレメント115ですけどもね、はい、これ地球上には存在しない。地球上には103番までの元素しか発見されていないので、104から114まで抜け落ちておりますが。115っていうのはその、そうなんですよ、うん、115ですから、さらにも地球の外のものやいうことがこの元素記号で分かりますよね、皆さん方もね。分かりますよね、はい、言われてもさ、まあ、それは無視するといたしまして、はい、無視かい、無視する話を引っ張るね、ここまで、はい、ね、とにかく115番に元素があるエレメント115を半物質反応炉にわずか223グラム入れると UFO は20年から30年も飛び続けることができるらしいです。めっちゃめちゃ詳しいな、この人。223グラムというこの中途半端なこの数字は何なんですかね。はい、これは中途半端とあなたは言いますけども、はい、これグラムで言うから中途半端なグラムになりますが、うん、はい、宇宙人の単位からすると、これ69ペロという、そういう単位なんですよ、ちょうど。69ペロって何ですか、それ。宇宙人の単位ですよ。1ペロ、2ペロという。知らない。69ペロが一番。誰から聞いた、それ。それは、テレビでやりませんか。やってない。だから、地球のグラムでやると、メートル法でやると223。中途半端やなと思いますけど、宇宙のあれからすると、宇宙の尺貫法で言いますと、うん。ですか、言いますとこれはきちんとした数字です20年から30年も飛び続けることができると、で20年30年って宇宙規模でいうと大した多
めちゃくちゃ行く距離が全然違うやん。何万光年とか言うんやで。はいはいはい。普通。はいはい、はいはい。こんな科学的な証言があるのに、UFO の存在に触れないとは絶対怪しいですよ。この人の説の方が怪しいわ。私が思うんだけどね。はい。はい。CIA は日テレ系の UFO 番組を見て、エリア51を勉強しろ。やっぱり、ヤオイさん出てたやつと違いますか、はい、Y 神口さん、エリア51には、冷戦期に U2 偵察機などの米軍機の研究開発を秘密裏に行っていたとみられ、敷地内に立ち入りとか撮影は認められておらず、侵入者には発砲も辞さないほど厳重に警備されているそうです。一方で墜落した UFO を運び込み、宇宙人と共同生活をしているなどの風評が流れて、テレビドラマや映画で謎めいた施設として取り上げられるなど、エリア51が UFO にまつわる話題は後を絶たないこと書かないというところ。今回政府はエリア51を認めたこと、次は宇宙人の存在が証明される番だと、マニアの期待は一気に高まっております。こういうことですね。まあ、その辺飛んでた飛行機を見間違えたんじゃないのかなという話もあるみたい。でも、エリア51までアメリカも認めたんだったら、うん、入り口のところにアンテナショップかなんか作って、宇宙人饅頭とか売ればいいんですよね。はい。この間ほら半沢直樹饅頭も売れてて、10万光年饅頭とかね、いろいろなんかそれらしい。ちょっと待って、今なんて言いました。10万光年。もういいです。すごいですよ、これは。はい。これ以上普通の科学用語ですからね。科学用語、ね。科学用語。というようなことやら、はい、それから法径牧場の血統さんはですね、まだ存在を否定せんとまたマニアが希望を持っちゃうからね、アメリカもまあ否定してるんですけどもね、うん、これでまたバラエティ番組で宇宙人がいるとかおらんとか大騒ぎだろうねという、確かね 4,50 年前からだと思うけど、宇宙からの人工的な電波を探っておるんですけども、結果そういう電波は受信されていなかったと発表されておりました。50光年以上先に宇宙人がいたとして、ボイジャーのスピードで93万7500年以上、もっと早く飛んだとしても地球に UFO が不時着しとったとは思いません。どんな生命体が乗ってるかもわかりませんけれども、はい、今のま考えうるいろんな飛行手段からしてもですね、はい、いくらいいもの、ここで、出発するときはですね、まあ、男女で来ないかんですよ、そういうときは。どうして？男女。男女で。だって途中で、台が変わるんですもん。あ、長い間だから。はい。だから男女で行って、そこで出産せないかんです。うん。出産して赤ちゃんを育てて、そして、俺たちはこれで、もう死ぬけど、お前らあと頼むな、という。代々受け継いで旅をして。はい、そうそう。んで、また赤ちゃんと他の子も一緒になって、子供を産みながら、ずっと行って、やっと到達するぐらい。だんだん人口増えるね。増えていくんですよ。はい、だから、本国を知らない子供たちということで、全然、世代が変わってくるわけです、はい、全然。ああ。はい。そのくらいのことをせんと、でもほら、地球に来れへん。ワープとか言ってて、シュッて来れる技術や科学を持った宇宙人だっているかもしれないわけですよ。ワープはね、うん、いろんな科学者が言うにはね、はい、ちょっとそれは可能ですけども、はい、健康を害すると言われてますね。体に負担がかかりすぎるいうことで。そうなんです。ワープ多用禁止令が出てますから、はい、あんまりワープは、ワープ装置のところに書いてありますもん。ワープ装置、うん、健康を損ねる恐れがありますので、多用しないことを言う。未成年の方は特に控えるように書いてありますけどもね。はい、また、ワープ装置を買うときには、年齢をお尋ねすることがありますが、よろしくお願いしますというのは、こういうことが書いてございますけどもね。はい、パインパンマンさんからもいただいております。坪井さんの持ちネタの UFO を見た農夫をやる機会がなくならないように反論する団体には、ぜひ頑張ってほしいなと思いますよ、はあ、ということですね。坪井さんのモノマネもね、やらなきませんからね。宇宙人はいるのかいないのかということからすると、うん、またガッツイチモス、また出てきました、ガッツイチモスさん。ね。UFO をね、うん、宇宙人ですけども、多、うんうん、田さんの頭がエイリアンっぽいので調査したんですけども、うん、結果ですね、うん、この宇宙人じゃなくて、宇宙人っていう、宇宙人っていうことらしいと思う。そこに持ってきた。持ってきたということですね。やっぱり宇宙人の存在、アメリカは否定したくなるのがわかるような気がしますですね。はい。